心身ともに大人の階段登る恐れぬ恋心リバティハイツの高野調教師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがですね。あ、今のお言葉あ、思いますか。プロだなっていう。あ、ありがとうございます。一回噛んでしまってましたけれども、まず前走振り返っていただきたいんですが、はい、どのようにご覧になられましたか。そうですね、まあ、スタート決まる馬なんですけど、うん、今回も抜群のスタート切って、はい、まあ、その時点で何ちかこう見てて悪い気分にはならないなっていう感じはしました。うん、で、まあ、結果的にすごいハイペースになったと思うんですけど、まあ、スタート切ってから今まではね、何ちかこうハイペースだとついていけないところも少しあったんだけど、はい、やっぱりレースを覚えてきて本当、うん、スムーズにジョッキングがこのぐらいっていうところで収まってくれて、無駄な力使わず追走できたので、まあ、うまくこう力は直線まで運んできてたような感じはしましたけどね。うんうん、勝負どころで外からこうかぶせられるようなシーンがあっても、はい、ひるむことなく。そうですね、あれは、まあ、はい、そういう意味で体力がまだ残ってたんで、うん、ちょっと狭いところでもこう抜け出すことができたなと思うんですけど、はい、あともちろん精神的にもね、うん、ひるんでないっていうのはあります、ね。さあ今回は非常に相手が強くなりますから、前走のレースからまだもう一段階この短い期間でも何かこう成長プラスアルファが必要なんですかね。いやもうね、と行きたいんですけど、はい、行きたいんですけど、はい、このままちょっとデビューも遅くて、はい、ちょっとデビュー戦も負けてますし、うん、そこまでこうゆとりあるローテーションというよりややタイトなローテーションが来てます、はい、なので、そのじゃあ中3周ここからこう調教でのし上げましょうか、うん、そういう気持ちは毛頭なくて、とにかくいい牝馬ですしね、はい、まあ、いいコンディションで元気に望めるように、うん、まあ、その一点で望もうかなと思ってますけど。なんとかじゃあ前走をキープできてということですか。あ、でもね、うん、いいですよ。こっちが思ったよりも、はい、こう何ちかこうレースの負荷を、うん、まあ、筋肉でいう超回復じゃないけど、はい、いい感じでこう身につけてる感じなんで、はい、疲労がなかった分、うん、結構能力アップにはレースではなったんじゃないかと。そうだ、あとそれを維持できればという、うん、そんな位置付けですね。レースに行っての難しさとかは感じないですか。はい、ちょうど当日は前走の当日は、はい、僕中山いて見てはなかったんですけど、はい、実際には担当者とか、臨場者助手とか乗り役に行くと逆におとなしすぎるぐらい、って言ってるぐらいなので、はい、まあそれは素晴らしいことだなと思います、ね。うん、気温がガラッと上がってきてもう春どころか春越して夏ぐらいの気温になってきましたが、こういう時牝馬というのは難しいですか。馬によると思いますね、はい、本当馬によると思います。リバティの場合はまだちょっとね代謝がそこまで活発じゃないのか、うん、冬毛がまだすごいんで、ね、気温は上がらない方が望ましいなと思ってるんで、あんま今のこの気温の上昇は自分としては好きじゃないですか、ね。もう少し春らしい陽気に抑えてほしい感じですね。じゃあ、うん、冬の最後ぐらい最後ぐらい抑えてほしいんですけど、さすがにそうも言ってるはい、はい、僕も暑がりなんでほんま冬に早く戻ってほしいぐらいなんですけども、はい、それではパドックでリバティハイツの、まあ、調子の良し悪しを僕らが最後見るとしたらどの辺を。これはね、うん、ちょっと難しいところですよ。はい、あんまり気合は表に出さないし、はい、今も言いましたように冬毛もまだ残ってて、はい、正直毛づやも、はい、ビカビカなわけじゃないし、うん、こうパッと見はねんっていう思われるぐらいの、はい、感じであるかもしれないですけど、はい、まあ、お尻の盛り上がりとか、はい、当然落ち着きとか、はい、友の踏み込みの良さとか、はい、そういうところで見ていただけたらと思います。わかりました。それではフォアの皆さんに最後抱負をお聞かせください。そうですね、トライアル勝たせていただきまして、桜花賞を望めることになりました。まあ、戦前の、皆様の評価だと、ちょっとその前にあったチューリップ賞の、レースがすごい強い馬たちがいて、そちらの方がおそらく人気になると思いますけれども、当然白旗なんか上げるつもりはありませんし、こちらもトライアルの勝ち馬なんで、なんとか馬に頑張ってもらって桜花賞のタイトルを馬に、つけてあげたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。 G2 ホースの意地をぜひ見せてください。頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。高野調教師でした。